1930年代、上海。会計学校に通っていたウェイ・ルオライは、中央銀行の上級顧問、シェン・トゥーナンの目に留まり、彼の助手となる。そこでルオライは、金融業界の腐敗と闇に直面。迷いと苦悩の中、トゥーナンの妹、シェン・ジンジェンと出会ったことから、ルオライは、自らの信念と行動を見つめ直す決断を迫られていく。ワン・イーボー、リー・チン、ワンヤ、中国での再生回数23億回突破。スリリングな展開と白熱の演技が魅力の見応え 200% の注目作。追風車、金融界の夜明け。11月、日本初放送スタート。